それでは最後に7回に貴重な満塁ホームランを打った選手です。開幕戦での満塁ホームラン、いかがですか？いや、気分はもう悪いわけがないです。手応えはすごく良かったですし、僕も1、3で打ちました。あの今日は NHK の放送の解説が前のキャプテンの国保博さんでした。国保さんがあのホームランを見て、今までの野球人生で一番飛ばしたんじゃないかって言ってました。本当です。今年はですね、WBC があって、本番に向けてこのシーズン、十分な実戦をつかめないままここに入りました。そのあたりの不安っていうのはどうだったですか？まあ、最初はあったんですけど、やはり WBC に行かせてもらった以上は、そういった何も言い訳できないですし、やっぱりイメージだけで入るしかなかったので、でもそこは、それが逆にいい経験だったと思います。一方、どうなんで、その不安も取り除いて、いい加減でいきそうでしょうか？ホームランバッターではないので、もう明日から謙虚に逆方向をしたいと思います。今日は途中ですね、自打球が当たって、かなり痛そうだったんですけれども、それでも出続けた、どんな思いですか？そこで引き下がるわけにはいかないですし、自打球というのは自分の場面で、痛みを変えても、やはり、先ほどの4試合、クルーキングスというのに目標だったので、今日はヤクルトドーム、満員のお客さんが開幕戦に詰めかけました。さあ、今シーズン続けて選手会長として意気込みをお願いします。はい、開幕戦ということで、皆さん満員おめで本当にありがとうございます。明日から、今日は開幕戦ですけど、今日、明日、明後日と、試合がありますので、皆さんの力強い声援を、またよろしくお願いします。ありがとうございました。